こんばんは。11月6日午後7時、367回ですね、しゃべくりマッスルの時間になりました。今日のマッスルなんですけれども、最高予想気温は19度ぐらい想定通りでしたか？あ、そうですね、はい、そうだそうです。ということで、ね、結構暖かったですね。今日今ね、仕事でね、帰ってね、夕刊見たんですけど、今日暗い、もう一面からね、暗いニュース気に、23歳女性殺害容疑再逮捕ね、それからアメリカで教会でね乱射、26人死亡ね、アメリカ大統領、日本は閉鎖、暗いですね、この社会面。あ、やっぱりね、この乱射事件ですね、食品リコール、はい、もうね、今日ダメ、暗い、すべて明るいニュースなし。ということでね、新聞は暗いですが、こちら明るいですね。見てください、これ綺麗だから。ね、今日のゲスト、82銀行のね、営業の竹内さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。竹内さん、ところでね、お勤めしながら今、子育て、子供さん育ててて、はい、今は子育て中なんだけども、なんか昔は、なんだっけな、演奏活動されてたそうなんだ。はい、いや、演奏活動なんてそんな立派なものではないんですけど、楽器いくつかやってまして、いっぱい、口にいっぱい加えてそうじゃないか、違うか、いっぱいでそうじゃないか、はい、まあ、小さい頃はエレクトーンとかピアノだったんですが、一番長く続けていたのはクラリネットをやってました。クラリネットね、はい、それはいつ頃から始めたんですか、そのクラリネットは。とね、小学校の時にお友達が吹奏楽部に入って、まあ、それと一緒にこうくっついてというか、つられてというか、入ったのがきっかけですね。意外とそういう人多いよね。うん、お友達があるからね、自分もいたとかね、兄弟がやってるから自分もやったとかね、見に行ったら良さそうだからとか言ってね。だってね、そういう人の方がね、上手になっちゃうんだ。上手なんでしょ。どうです。いや、全然です。あ、それでまあ練習、小学校からされてて、演奏会ってのは結構行かれたんですか。そうですね、学生の頃はその学校で出る、うん、そのコンクールだったりとか、学校の演奏会とかって出てたんですけども、うん、社会人になってからはクラリネットのオーケストラっていうのでね、クラリネットクワイアーというのが長野にありまして、うん、そこに所属させていただいてました。あ、そうなんですか、はい。それで、まあ、クラリネットを演奏されたっていうことなんだけれども、レパートリーっていうのは結構ある。そうですね、王道のクラシックもやってましたし、うん、内容によっては、まあ、童謡とかジャズなんかも、ポップスとかね、そういったものもやってました。あ、じゃあ全てやった。まあ、そうですね、楽譜を作ってくださる方がいらっしゃるので、楽譜見ればもう何で吹けちゃう。大体、ね、はい、はい、そうだね、大体そうなんだよね。ね、楽譜見てね、はいどうぞって言われた時にね、パッと吹ければいいやね、羨ましいですよ、素晴らしい、ね、はい。で、演奏会、何か、たくさんその演奏会出られたんでしょ。あ、そうですね、クラリネットクワイアでは、うん、コンクールに出るほかに、うん、あと年に1回定期演奏会っていうのをやってまして、うん、でそこでこう1年に一度こう賞をもらった。あ、そうですね、それはコンクールで賞をいただいて、うん、はい、そこら中で、そうな目で、いや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 、とんでもない、アマチュアのグループなので、うん、なかなかそういうわけには、プロのようにはいかないんですけど。これがそうなんですか。あ、そうですね、こういう時にやっぱり賞をいただいて、金賞とか銀賞。そうですね、いただいたこともあります、コンクール。ー、結構何人もいらっしゃるんですね。そうですね、私いた当時で15人強ぐらいだったかと思いますけど、なるほど、はい。その横の写真もそうですか。あ、そうですね、これは演奏会の写真だと思います、うん、はい、なるほど。同じ場所ですか。じゃあ違う、場所はちょっと違いますね。あ、なるほどね、はい、あ、素晴らしいですね。それで、まあ、演奏会、まあ、もちろんね、何人かでこう演奏をするんでしょうけれども、ソロってのもある。
そうですね、ずっと一人で一曲吹くっていうのはあまりなかったんですが、うん、その曲の中でこう一人で吹くっていうソロパートっていうのが、うん、ありますね。あの演奏会なんかよく行ってね、この全員でこう全員っていうかもういろいろ演奏してて、で途中からこうソロでこう聴かせるとかありますね、やったそういうの何回か出せていただいたことがありました。緊張するでしょ。いや緊張しますね、緊張します。意外とあの、一人で行ってこうピッピッと吹くのと、全員の中でこう一人でソロで吹くのってのもまた違ってね、あれ緊張するんだよね、そうですね。練習したでしょう。いや一生懸命結構練習したように覚えてます。そうですよね、はい、監修拍手喝采でしょ。わーすごい。いやなんとか拍手がいただけてよかったかなと思います。うん、ということで、ソロをね、あの何回か演奏されて、今日はクラリネットをこれからちょっと演奏してください。あ、今日持ってきてないです。は？持ってきてない？はい。クラリネットだっていうから今日俺楽しみにしてた。あ、そうだったんですか。そうですよ。すいません、全然あの手ぶらできちゃったんですけど。いや、な、俺聞こうと思ってきたのに。楽しみにしたんですよ。そうなんですね、すいません、ちょっとしばらくお休みもしてますので。あ、お休みしてるの。はい。あ、そう。じゃあ今お勤めになって、お勤めになってからもう吹いてないんですか。あ、勤めてからしばらくはね、あの続けてたんですけれども、うん、ちょっとあの移動で本部勤務になってちょっと帰り遅くなったり、ちょうど子供授かったということもあって、ちょっとここしばらくはお休みさせていただいてるんです。そうですか。これはそうですか。ここら辺がそのソロで吹いたりお勤めになった頃ですか、この写真が。あ、そうですね、これ社会人になってからですね、うん、はあ、それでこの頃に、演奏活動がやめられたというか、まあ、ね、小休止という小休止現在まで、はあ、はい。なんでその忙しいからやっぱり子育ては大変だと。そうですね、やっぱりどうしてもこう平日の夜なんか練習とかっていうこともあって、うん、あ、家庭あればなかなか無理ですね。そうですね、家に帰ってからが忙しかったりするもんですから。そうですね、はい。子供さんは何人かいらっしゃるんですか。あ、2人おります。あ、子供さんまだちっちゃいんでしょ。あ、上が7歳で今年小学校1年生になりまして、うん、下が2歳ですね。あ、ご主人も何人か。主人は1人だと思います。あ、そうだよね、普通はご主人1人何人かもいないんだね。はい、わかりました。子育てって大変ですよね。まだ小さい子供さんでね。そうですね、もう本当に時間が全部子供中心に回っていってしまうので、うん、そうでしょうね、なかなか。そうですね、時間が取れないですね。やっぱり今が一番大変ですかね。そうですね、下がまだちょっとね、着替えだったりいろいろお世話で手がかかるので、もう少し大きくなると余裕が出るかなと思うんですが。そうですね、やっぱりそうですよね。やっぱり小学校と保育園ですね、そうすると送り迎えなんかも大変でしょう。そうですね、あの上の子はもうこれで小学校登校班で歩いて行ってくれるようになったんですけど、下は朝送ってって帰りも下の子を迎えに行った後に、上の子をまた今児童センターにお願いしてるので、センターにお迎えに行ったり。あ、そうですね、あの送りじゃねえや、お迎え来ないと返してくれないんですよね。あ、そうなんです、そうなんです。お迎え来るまでね、行くから。そうですよね、そうなんですね。あとそのよくありますよね、お迎え行くのが仕事が遅れちゃったとかでね、お迎えに行くの時間に遅れちゃったとかってあるんですか。なるべく間に合うようにと思うんですけど、うん、遅れちゃったこともありますし、もう間に合わないときは主人とか実家の母に頼んでお迎えに行ってもらってます。そういう時って子供さん泣いてない、ね、寂しがってるでしょ。本当に上の子の時は、うん、もう本当に一番最後の迎えということがしょっちゅうあったので、うん、ね、半べそ書いて、そうですね、お母さんも寂しいやんですよ、ね、もうちょっとこっちが泣きそうになることがありますね、ありましたね、まあ、寂しいというか申し訳ないというかね、そうなんですよね、ありました。で、そんなお母さんに、そんなお母さんってね、そんなお母さんなんかプレゼントなんか くださったというか。そうなんです、上の子がね、工作が最近好きで、うん、あの仕事頑張ってねって書いてこう輪ゴムを通してお守りにしてくれて、うんうん、もらったことがありまして、嬉しかったですね。こんなお母さんに。そうなんです、こんな私でも、はい、泣いたでしょう。本当に結構、ね、涙出ちゃう感じで嬉しかったですね、うん、ね、それ上の子供さん、それ上の子です、うん、はい。あと下の子供さんにも泣く。
ね、あのまだ直接何かっていうのはないんですけど、毎日こうご飯食べるときにですね、こう仕事終わりに主人とちょっとずつビールを飲んで乾杯、うん、下の子たちはお茶で乾杯するんですけど、うん、まあまあ今日もお疲れ様って必ず下の子が言ってくれるのが一番嬉しい、最近一番嬉しいですね。いい子供たちだな、何いいお話ですね。でこれがその子供さん、ん違う、これか、これ子供さんの写真なんです。これが写真ですね。あ、そうですね、うん、これあの上の子が今7歳で下が今年3歳になるので、うん、2人一緒に七五三やった時の写真ですね。かわいいですね。ありがとうございます。あーピースやってますね。はい、ね、かわいいですね。ね、普段ちょっとあれでもこういう衣装、ね、着るとそれなりに見えますかね。いやいやいや、かわいいですね。はい、その隣の写真もそうなんですか。これはこれはこの前ハロウィンの時に、うん、ええ、ちょっとあのプリンなんか作ってちょっとミニパーティーみたいにしたんですけど、その時の写真ですね。かわいいですね。ありがとうございます、ね、お母さんもまあね、ええ、はい、あのいい、ね、私の方はちょっとモザイクかけたみたい。はい、わかりました。すいません。かわいいね。で高橋さん、はい、ところでこのかわいい子供にさ、なんか怪我させちゃったって。そうなんです、ね、笑い事じゃねえですよ。お恥ずかしいんですけど、下の子が6ヶ月の時に、あのベビーベッドから落ちてしまったことがあって、あらら、鎖骨をですね、骨折してしまったことがあるんですよ。びっくりしたでしょ。いや、びっくりしました。ちょうどお風呂上がりで主人が見てた時に、その寝返り打つと思わなかったみたいで、ちょっと目離した時にもうベッドから落ちていて、でもまさかね、あの折れてるなんて思わなかったもんですから、すぐ病院行ったでしょ。もう夜だったので、そのまま寝ちゃったので、子供も翌朝あの念のためって言って連れてったら、いや、お母さん折れてますよって先生に言われました。何、こう子供さん骨折れてるのにそのまま置いといちゃったの。いや、もう普通にそのまま、あのしばらく泣いてたんですけど、そのまま普通に夜あれとしたら寝てしまって、朝までもうずっと寝てしまったので、もう何事も、まあ、翌日ちょっと念のため連れて行こうねとは言ってたんですけど、何事もあれかと思って。手術したんでしょ。いや、整形の先生に見ていただいたら、手術もちょっと小さすぎてできないし、こうコルセットみたいなものもできないので、経過観察しましょうって言われまして、あら、最終的に自然治癒ですね。あ、あの、それあのちっちゃく子供っていうか人間って骨折れたんでしょ。はい、でそれな、手術もしないで治っちゃったんですか。そうなんですよ、こうなんか骨の成長と一緒にこう、こう鎖骨がこうやって折れてしまったものが、ね、こう寄ってってこうくっついて、はあ、人間ってそのなんかこう生命力ありますね。本当に子供の成長力っていうのはすごいなと思いましたね、はあ、びっくりしました。そんなね、あのお母さんなんだけども、あの気を使ってるとこなんかあります？そんなとこで。そうですね、あの仕事を、ね、してて、なかなか子供と一緒に、ね、過ごせる時間が週末ぐらいしかないので、まあ、忙しくてもなるべく夕飯は家族全員揃う唯一の時なので、あのなるべくご飯を自分で作って、うん、みんなで一緒に食べるようにっていうことは気をつけてますね。あとなんかこう、あの気を使ったりなんかしてるんですか。あ、そうですね、まあ、なるべくこうね、あの忙しくても子どもの話は聞いてあげようとか思うんですけど、うん、最近2人同時に話しかけてこられるので、こうついついちょっと待っててねって、ね、うん、言っちゃうことが多くて、それはちょっと気をつけなきゃいけないな。7人から話されてもちゃんと答えられなきゃいけないね。訓練ですね。はい、そうですね。はい、わかりました。なんかあの音楽会が最近あったみたいなんで、はい、上の子の小学校の音楽会があったんです、うん、音楽会とか面白い話があったみたいじゃないですか。そうですね、あの上の子の小学校の音楽会に朝間に合うように、うん、下の子を慌てて保育園に朝車で送ってったんですけど、うん、あの通園用のバッグの中にこう保育園で使うものを全部入れて準備して、うん、はい、そのまま玄関に置いて子供だけ連れて保育園に行ってしまいまして、着いてから、あ、ないと思って、でも戻ると間に合わないので先生ちょっと忘れちゃったんですけど、先生に何ですか、お母さん何やってるんですかって言わなかったんですね。いや、もうそこはさすが先生で、もうあの音楽会だってことをご存知だったので、うん、お母さん何とかなりますからっておっしゃっていただけたので、いい先生ですね。お願いして本当に申し訳ないと言ってお願いして預けてきました。あ、
ところでだいぶ時間も過ぎてきちゃったんですけども、さん最後にね、はい、一言の地域の皆さんに何かお話あったらお願いします、はいはい、そうですね、うん、あの松代支店に昨年の2月から赴任させていただいて、うんはい、ね、もう1年ちょっとになるんですけれども、あ、はい、あの同じ市内に住んでいてもね、うん、松代のこと全然知らずに今まで来てしまったので、うん、歴史のこととか文化のこととか、うん、あの松代に来たことで知れることがたくさんあると思いますんで、うん、またここで改めていろいろ教えていただいて勉強していきたいなと思っています。松代どうですか、今まではどちらにいらしたんですか。あ、私あの今までこう川の向こう側のですね、あの本店とか朝日とかそういった店におりましたので、まあ、市内のこう南側というかこちらの方にはじゃあ初めて、初めて、そうなんです。そうですか。でも皆さん温かい方ばっかりで、うん、松代の方は熱あるんかな、うん、そうじゃないそうじゃないか、白図されちゃったんですよ。いやもう本当にねいい方ばかりで本当によくしていただいてます。ああそうですか、はい、もちろんあのもう、まあ、人間はね、まあ、温かいっていうことなんだけど、あの町でどうですかこ の, あの城下町はね、本当にあの見学とかされてますか、お忙しくてあれですよね。なかなかねあの施設までこう見に行く時間は取れないんですけど、うん、こうお客様のとこ回るときにこう街並みだったりとか、うん、あのいろんなねお寺がすごく多いですよね。そうですね。そういうところちょっといろいろ拝見させてね、うん、あの門前から拝見させていただいたりとか、いろいろこうねあの拝見させていただく機会が多くて。なるほど。まあ、それいいところでしょ。いいところですね。はい、わかりました、はい、じゃあずっとあの松代支店にね、はい、ずっと永遠にいてください、ね、長くお世話になりたいと思ってますの で、ね、よろしくお願いします、ね、いや本当にあの竹内さんね今日お忙しい中おいでいただきまして、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと待ちください。弓田さん、はい、綺麗な方からね、俺緊張しちゃったよ。そう、うん、久しぶりにね、もう緊張した。緊張してなかったでしょ。うん、全然、うん、お酒飲んだら大丈夫じゃない。今日は白子ですよ。そう、もちろん。そうですか。はい、そうですよ。はい、ちょっとね、ということでお知らせ、このね、11日、はい、今、子供さん相手でね、お下がりマーケットちょっとやるのね、はい、うん、私ら町歩きセンターと、まあ、八田さんのね、中庭使って、まあ、その日もね、恵比寿港をね、堀井神社でやるので、これと連携しながらっていう形でね、やる予定でいます。はい、ぜひご参加いただきたい、ね。ぜひね、置いてください。はい、ありがとうございます。まあ、ペッパー君も来るとね。うん、そこにいる人も、ね、そうそう、ペッパー君も来るんだよ。それ面白くて俺大好きだ。コーヒーも飲めるしね。ちょっとお酒は出ません。あ、はい。お酒はね、堀神社の方でお願いしますね。向こうじゃ行っちゃう。大丈夫、大丈夫。あと六門級来るからですね。はい、そんな形でちょっとできる。あ、はい、それとね、おもちゃの病院もあるの。ん？おもちゃの病院。あの、あ、子供さんのおもちゃ、ね、壊れたのあるじゃない。それ持ってきてね、修理してもらえるの。ありますね。うん、今日はね、今度はね、3人ほど見えるんで、いろんなものを直せると思います。はい、無料でね。最近そういうのが流行ってますよね。うん、そうそう。うん、結構ね、いい、あの、いいことだと思います。いいす、ね、はい。じゃあ来週。はい、来週お願いします。はい。来週はね、おもてなし大賞。エコールドマスロクラブでね、もらったって言うんですよ。何もらったの？おもてなし大賞。ああ、賞ね。うん、賞、賞よ、うん。それでね、そのどういうあれってのはね、ちょっと聞きたいの。わかる？いや、話してるよ。話してるんだよ。ね。今賞だって言ったらさ、今ね、そちらで受けてたんだよ。うん、そう。はい。はい、まあ、そこでね、八田さん、ね、代表の八田新造さん、ね、副代表の曲良さん、はい、ね、これでもってちょっと聞いてみようかな。あ、うん、もうだいぶ経ってんだよ、これ。あ、そう、うん、年数、エコールドマッシュルクラブ、うん、だからどういうあれだかってあんまりよく知らないから、でちょっと細かに聞こうかな。そうだね、うん、で、おもてなし大賞って何っていうの、うん、おもてなし大賞が、うん、おもてなししたから、そう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 、そう、当たり当たり、そうです、うん、そういうことをね、ちょっと聞きたいなと思う、はい、来週はこんな形で、皆さん、私がパーソナリティでやりますんで ね、はい、ありがとうございます。そんなことで、はい、はい、来週、それでは来週のしゃべくりましょう。どうぞお楽しみに。はい、お楽しみに。はい。